しばらくこのまま写真を撮らせてください。はい、カメラで撮っております。はい、それではお座りください。それではトップバッターのアーニャ役、池村葵さん。はい、アーニャ役の池村葵です。6歳です。大好きなアーニャになれてとっても嬉しいです。見に来てくれるたくさんのお客さんが、わあ、アーニャだって思ってもらえるように頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、アーニャ役の伊沢美晴です。6歳です。ミュージカルが大好きなので、見に来てくれたお客さんたちをニコニコにできるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。この度はアーニャ役に選んでいただき、とっても光栄に思います。お稽古でもみんなについていけるよう頑張ります。よろろそお願いします。増田梨沙です。9歳です。よろしくお願いします。稽古も一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。アーニャ役に合格したと聞いた時にはどんな言葉が出てきましたか？また周りの方から言われたことはありますでしょうか？決まったって連絡来た時は、私とパパは抱き合って泣いて、でママは嬉しすぎてダンスしてました。アーニャ役が決まった時の言葉は、長い時間無言でしたが、その後にワオってなりました。そしてお友達から言われた言葉は、頑張ってね、見に行くねと言われました。とっても嬉しかったです。夜ご飯を食べてて、あ、なんか硬いものあるなって思って出してみたら、それが初めての歯で、え、初めての歯、って思った後、ちょうどアーニャの合格の電話も来たので、え、アーニャも合格、嬉しいって思って、どっちともびっくりしちゃいました。でもその後、あ、アーニャ受かったからには頑張んなきゃって思いました。夜ご飯を家族でみんなと一緒に食べていて、その時にたまたま電話かかってきて、家族がひゃーって言ってて、ママはすごい泣いてて、パパはもう嬉しすぎて何も言ってなかった。はい、ありがとうございます。皆さんも家族も大喜びだったという感じでよろしいですか？はい、はい